いやまあみんなもう切り替えて、残り2試合なんで2連勝するしかないっていう気持ちで、みんな入ってると思うし、まあ、自分も、オフで切り替えられたんで、今週1週間しっかりトレーニングしてまず神戸戦にっていう気持ちです。まあ、やっぱりイニエスタ選手だったり、まあ、今古橋選手だったり、攻撃で力を発揮できる選手がいて、まあ、アイデアもすごくたくさんあるチームだと思うんで、まあ、本当に向こうの攻撃にはしっかり注意しなきゃいけないかなっていうのはあります。まあ、全然やっぱりやることが違うんで、まあ、ボランチの時とサイドバックの時での、まあ、やっぱり一番違うのは もちろんポジショニングとかもそうですし、まあ、頭の整理を、その瞬間しっかりして、その場所その時にやらなきゃいけないプレーを選択するっていうのが、まあ、ここ最近スムーズにできてきてるかなとは思ってます。そうですね、まあ、やっぱり1年間ここまで頑張ってきて、最後のホームっていうこともあるし、やっぱり優勝争いを今している段階で、次のホームっていう試合は絶対勝たなきゃいけないですし、サポーターの皆さんもすごく駆けつけてくれると思うので、まあ、その力もね、もちろんアドバンテージにしたいですし、やっぱり今年優勝しなきゃいけないと思ってるんで、しっかりそのまず残り2試合の1試合目として、まずはホームでしっかり勝って最終節に持ち込めたらいいかなと思います。本当にいい内容で勝ち点3を、絶対取るんで、まあ、少しでもやっぱり多くのサポーターに足を運んでもらいたいですし、今聞いたらチケットが残りわずかみたいなので、完売してもらえるとありがたいです。そして最後はみんなで喜んで今シーズンホームラストゲームを飾りたいと思います。頑張ります。